注目のシングルマッチご覧いただきましょう。安田忠雄対吉江でありますけれどもね、まあ、猪木イズムといいますと最近思い浮かぶのはやはりこの安田の名前じゃないでしょうか。そうですね、はい、まあ、猪木事務所預かりということでね、はい、まあ、藤田選手がいるわけですが、やっぱり藤田がこの負傷している間に、ね、この安田が国民的ヒーローになってしまいましたからね。もう一躍全国大晦日ね、サイドストーリーも伴って、いや、それにしても全国のお茶の間に衝撃が走ったというね、そしてその後 IWGP を奪取して、はい、まあ、本当に安田の時代が到来したというのをね、ひしひしと感じたわけですけれども、ちょうどこの1週間ぐらい前ですかね、ベルトを失ったんですよね、はい、そうですね、永田に敗れた直後ですよね、はい、そうですね、まあ、残念ながらベルトは失敗してしまったんですけれども、まあ、しかしながらこの安田ブランドというのはね、まだまだ健在でして、こういったブランドの攻防なんてなると本当にこう固唾を飲んでね、お客さんが、こう一挙手一投足注目するわけですけれども、まあ、昔はあまりそういったこと、安田をそういった風に、あまり見るファンの方もいなかったんじゃないかという気もするんですけどね。ね、はい、昔からそのどうしてもこうほのぼのしたほのぼのとしたイメージですよね、はい、ですから自然にそのベビーフェイスになってしまう。今はファンに憎まれてますよね、非常にプロレスのリングに彼が上がってくると拒絶反応が来るというね。なるほど、それはね、やっぱり外敵としてね、強いよっていうやっぱり証拠だと思うんですよね。このまま方々に締め落とそうかというようなね、かくこのパワーはですね、このペロのレバンナをも沈めたこの安田のパワーですから、さあ恐れるものはないのではないかというね、ブルファイター安田。おっと、しかしこの安田を、おーっと、低空のジャーマンで切って落とす。吉江も、まあ、巨漢ですので、いや、この二人の戦いはちょっとね、リング大丈夫かなという感じですけれどもね。はい、実はこれ、二人リングを見るとね、非常に手が合うんですよ。そうですか。非常に仲がいいんですよね。やっぱりね、安田がちょっと信用を離れたことによって、選手とのこう、はい、間がね、今一つこう、ギクシャクしたところがあるんですが、はい、まあ、吉江っていう選手ね、非常に気性が優しいというかね、リングを見るとこう手が合うんですよね。なるほどね。ただね、このリングが上がると、やっぱり、吉江としてはね、ちょっと面白くないところあるでしょう。先に出世しちゃいましたからね。そうですね。一世一代の大勝負によって本当にこの安田、世界が変わってきました。今のね、この厳しい表情なんかもね、今まであんまり見たことないですよね。まあ、別人ですよね、はい、本当に一昨年の猪木祭りに、小川戦ですよね、その時はね、はい、まあ、猪木さんに拾われた形で、まあ、あの時はどん底でしたよね。どん底でしたね。まあ、講師ともどもどん底を経験したこの安田でありますが、まあ、でも本当に底辺まで落ちた選手というのは精神的にもやっぱり肉体的にも強くなってきますね。そうですね。そのね、やはり目的意識が違いますよね。はい、同じように例えばバーリトゥーフの大会に出るのであっても、はい、負けてもいい、そういう意識のある人間と、俺は勝たなきゃいけない、俺はお金が欲しいんだというね、そうですよね、その意識の差って大きいと思いますよ。最もこう見る側に訴えるポイントとしては分かりやすいですし、そうですね、感情移入しやすい部分もありますしね、
非常にね、安田はね、ですから、バリツーズの大会、プライドの大会を見ていて、はい、こう、負けた選手がね、意外にこう、平気な姿を見たときに、非常に彼は憤るわけですよね。負けてなぜそんな顔してられるんだっていうね、負けたら全てないじゃないか、次はないんだというね。はい、そういう意味ではね、やっぱりね、相撲時代から勝負師として生きてきたね、まあ若干踏み外しましてね、他の勝負師でもあったわけですが、はいはい、やっぱり勝負師なんでしょうね、あらゆる意味でね、まあ、格闘家魂というんでしょうか。あっと、これは、両締めでちょっと吉江の顎が上がりかけていますよ、これは危ないですよ。さあ、リング中央、ちょっと回り気味は距離があります。安田、この大きな体で同時めというのは相当逃れられない状況でしょうか、吉江。さあ、場内吉江コールです。直線切りましたよね。これは全局が今吉江の口から流れ落ちていきました。一応中を切りましたかね。安田はね、今フロントスリーパーというのは、ね、横フィニッシュですからね、はいはい、まあ、これが強烈らしいですね。いわゆるその相撲でいうところの勘抜きみたいなあの辺の筋肉というのもね、使いますから、こう安田には最も合ってるんでしょうね。上背も大きいです。そうですね、やっぱり身長ありますからね、IWGP の防衛戦でもね、天山なんかも本当瞬時にギブアップしましたよね。さあ、その話が出るや否や、これはリング中、ああ危ない、これは、あっと吉江ちょっと、わーっと、そのままグラウンドの体勢、あっ、グラウンドに入るともう逃げようないでしょうね。これはもうね、完全に動き止まりました。たまらずタップ。いやー、これ安田にフロントスリーパーを決められてしまうと、もうこれはどうしようもなくなってしまいますね。動きようがなくなってしまいます。そうですね。はい、タウナ選手、天山、永田、吉江もみんなこれでタップしてますね。恐るべき怪力、安田であります。見事に吉江をフロントスリーパーで仕留めました。